ショールズグリデンタイプライターショールズグリデンタイプライターあるいはレミントンナンバー1は世界で初めて商業的に成功を収めたタイプライターである。アメリカの発明家クリストファー・レーサム・ショールズが主に設計し友人の印刷業者サミュエル・ W ・ソールと素人の機械工、カルロス・グリデンが製作を助けた。作業は1867年に始まったが間もなく ソウルとグリデンがこのクワから去り、代わりにジェームズ・デンズ・モアが資金面で開発継続を支えた。装置を製造するいくつかの短期間の試みの後、1873年初め、イ、e、ーレミントンサンズがその機械の権利を買い取った。武器製造業者で事業拡大を狙っていたレミントンは、このタイプライターをさらに改良し、1874年7月1日に、 売り出した。この間の開発によって、そのタイプライターは粗末な賃品から実用的な機械へと進化し、その基本形態は業界標準となった。円筒形のプラテンと4列に並んだクワーティ配列のキーボードという、その後のタイプライターの基本デザイン要素を備えている。しかし、デザイン上の欠陥はいくつか残っていた。大文字しか印字できないという問題は、 後継機である、レミントンナンバー2で対処された。また、タイプ時に印字面がタイピストから見えないという問題も残っていた。当初、このタイプライターは一般大衆からほとんど相手にされなかった。まだ市場が確立されておらず、値段が高く使用するには訓練が必要だったため、なかなか売れなかった。しかも、すべて大文字で印字された文面は非人間的に感じられ、 受け取った相手が侮辱されていると感じることもあった。しかし19世紀後半の通信技術の進歩とビジネスの拡大により、読みやすい文章を容易に作成できる機会の必要性が高まっていき、ショールズグリデンタイプライターをはじめとするタイプライターは間もなくオフィスの必需品となった。また、タイピストとして女性が多く雇用されるようになり、 女性が事務系の職場に進出するきっかけを作ったという功績もある。ピアノとキッチンテーブルを足し手にで割ったような1868年6月23日の特許の機械庫のタイプライターの起源となったのはショールズが1866年に設計した書籍のページ番号や切符その他のシリアル番号を印刷する機械である。 ウィスコンシン州の印刷業者だったショールズは同業者のサミュエル・ W ・ソウルと共にミルウォーキー北部にあった工場を改造したチャールズイ・クラインシュトイバーの機械店で開発を開始した。その機械店をよく訪れていた発明家のカルロス・ S ・グリデンがその装置に興味を持つようになり、数字だけでなくアルファベットも印字するよう改良できるのではないかと示唆した。 1867年7月、グリデンはサイエンティフィックアメリカン誌のテレタイプについての記事を目にした。テレタイプはジョン・プラットが発明した印字機械でロンドンエンジニアリング誌で取り上げられていた。グリデンはその記事をショールズに見せた。ショールズはその機械を複雑で調子が狂いやすいと考え、もっと良い機械を設計できると確信した。その後印字機械について、 数十の特許をアメリカだけでなく、海外にも出願。しかし、この段階ではうまく機能する、実用的な機械は全く完成していない。番号印字機がうまく完成すると、ショールズはソウルとグリデンに新たな機械の開発を手伝ってほしいと依頼。ドイツ人の時計職人、マティアス・シュワローバックを機械製作のために雇った。構想した機械の実現可能性を検証するため、 まず電券をキーに流用して W という文字を印字する試作機を作った。1867年9月、全員アルファベットと数字と基本的な記号が打てる試作機が完成し、発明を買ってくれるか生産のための資金を提供してくれることを期待して、知人たちに出す手紙を書くのにこの機械を使った。そのような手紙を受け取った一人がジェームズ・デンズモアで、 彼は直ちに600ドルで権利の25%を買い取った。デンズモアがその機会を実際に見たのは1868年3月のことであまり感銘を受けなかった。彼はそれを不器用で非実用的と考え、基本原理が確かに動作するということを実証する以外の役には立たないと断じた。いろいろ問題はあったが、紙を保持するのに水平な枠を使っており、 使える紙の厚さが制限され、位置合わせも難しかった。機械そのものには問題があったが、タイプライターの特許が1868年6月23日に発行したので、レンズマーはシカゴで建物を借り、生産を開始した。資金が底をつくまで15台を生産し、結局シカゴの工場を畳んで、ミルウォーギーに戻ることになった。1869年、 他の発明家、チャールズ・サーバーの1833年の発明を活用し改良版を設計。例えば円筒上のプラテンはサーバーの発明に基づいている。ショールズはそのアイデアを採用し回転するドラムに紙を留めるようにして以前の装置で採用していた枠を不要にした。このベンチャー事業への興味を失っていたソウルとグリデンはこのプラテン方式の装置の開発は手伝っておらず。 最初の機械についての権利も、ショールズとデンズモアに売却していた。試作機は様々な分野のプロに送られた。即機者のジェームズをクレファンは激しく使用していくつかの機械を破壊してしまった。クレファンからのフィードバックは辛辣だったが、そのおかげでさらに25から30台の試作機を開発し、徐々に改良を加えることができた。八百七十年夏。 デンズモアはニューヨークに機械を持って行き、ウェスタンユニオンで実演してみせた。ウェスタンユニオンは電報の記録を残す方法を探しており、同社はいくつかの装置を注文したが、もっと使いやすい機械の開発にそれほど資金は必要でないと判断し、デンズモアが提示した5万ドルで装置の権利を買い取ることはしなかった。注文に応じ借金を返すため、 レンズモアは1871年夏に機械の生産を開始した。それまでに機械の耐久性を改善し、ウェスタンユニオンからのフィードバックにより、プラテンの設計に改良を加え、連続詞にも演字できるようにした。そのため、プラテンに紙を留めることはできなくなったが、新たな設計は1870年11月に、 チャールズ・ウェイ・ウォッシュ・バーンが取得した特許を侵害することになり、ウォッシュ・バーンはその後の生産に対してロイヤリティを受け取ることになった。1872年には新型の生産を本格化させるため、元車輪製造工を何人か従業員として雇った。機械はうまく動作したが、市場規模が小さすぎるため利益を上げることはできないでいた。この事業への出資と引き換えに、 デンズモアは所有権の率を拡大させていった。ショールズは結局12000ドルの現金で自身の持つ権利をすべて譲り渡すことになった。デンズモアは知り合いで製造業を営んでいたジョージ WN ヨストに相談し、機械を E. レミントンサンズに見せてはどうかと勧められた。レミントンは武器製造業者で南北戦争後の新たな事業分野を探しており、 さらに複雑な機械を開発するのに必要な加工機械や熟練工を所有していた。タイプライターで打った手紙をレミントンに送ると、同社の取締役、ヘンリー・ H ・ベネディクトが、その目新しさに感銘を受け、社長のファイロ・レミントンに、この装置を扱うことを進言した。E ・レミントンサンズのニューヨーク州イリオンの工場、ニューヨークにあるレミントンのオフィスで実演を行った後、 1873年3月1日、2万4000台の追加生産のオプション付きで千台の契約を結んだ。この契約でレミントンはロイヤリティの一部を得る権利と1万ドルをデンズモアに要求したが、デンズモアとヨストが創業する販売会社は販売独占権を持つことを許された。レミントンは工場の一部をタイプライター専門とし、 そのための加工機械の再編成とタイプライターの再設計に数ヶ月を費やした。生産開始は9月で、市場に製品が出荷されるようになったのは1874年7月1日のことである。タイプライターの生産は、レミントンのミシン部門を監督していたジェファーソンクラ、フトウィリアム K ゼンヌが監督した。再設計によって、 ショールズの設計よりもさらに頑丈で信頼できるものになったが、ミシンの特徴をいくつ仮定するようになった。外観は花模様のデコパージュ仕上げでキャリッジリターンの操作を、それでもこのタイプライターは十分な評価を行わずに生産を開始したため、初期の生産品は調整と修理のために早々に返品されることになった。高価で故障が多かったため、 1874年12月までに売れたのはわずか400台だった。通常のビジネスで採用してもらうには時間がかかるため当初ターゲットとしたのは文筆家、牧師、弁護士、新聞編集者といった職業である。しかし、このタイプライターの価格125ドルは当時の個人の年収に匹敵し、これを購入して見合うほど文章を書く個人はほとんどいなかった。 しかし例外もある。マーク・トウェインは最初にこの機械を購入した一人であり、これをキュリオシティ・ブリーディング・リトル・ジョーカーと名付けた。1876年のフィラデルフィア・バンコク博覧会にも出展したが、アレクサンダー・グラハム・ベルの電話の影に隠れる形となった。トレットルから手で操作するレバーに変更するなど、いくつかの設計上、製造上の改良がなさりつつ、 1877年までに4000台が販売されている。1878年、レミントンは軽量機製造業者である E&T フェアバンクス社に販売委託するようになった。改良型のレミントンナンバーには1878年に登場した。この新機種は大文字だけでなく小文字も印字でき、従来機種の大きな欠点を克服している。 当時アメリカでタイプライターを大量生産していたのはレミントンだけであり、アメリカンライティングマシンカンパニーが1881年に対抗機種を発売するまではレミントンの独占状態だった。競合企業の登場によりレミントンはショールズグリデンの価格を80ドルに下げ、ワイーコフ、シーモンズベネディクトに全マシンを買い取ってもらう契約を結んだ。この契約が タイプライターが商業的に成功するきっかけとなる。バイコフ、シーモンズベネディクトの販売努力によって最初の1年で1200台を売り上げることになった。1884年、ハモンドタイプライターカンパニー、クランドルタイプライターカンパニー、ホールタイプライターカンパニーといったさらなる競合企業が出現。ショールズグリデンが登場してから10年で、 タイプライター市場が確実に存在するようになった。キーとタイプバーの接続に針金とレバーを使ったショールズグリデンタイプライターの一種、ショールズグリデンタイプライターは既存の装置からいくつかの部品を採用している。時計からキャリッジの動きを制御する機構として脱進機を取り入れ、キーは電源を採用し、タイプハンマーはピアノから採用している。 しかし最初の機種を開発する際、ショールズとソウルは他の発明家が生み出した同様の機械を調査しなかった。結果として一部の設計は調査していれば防げたはずのまずいものとなった。従来の設計を調査しなかったため、すでに開発済みの機構を再発明することにもつながった。例えばソウルはタイプバーを環状に配置することを提案しているが、 そのような配置は30年以上前の1833年、シャビエルプロギンが採用していた。1868年の最初の設計では、紙は機械の最上部に水平に置かれ、可動式の四角い枠に固定されていた。紙の上の装置の中心あたりにアームがあり、その先端の小さな金属プレートがインクリボンを支持している。キーを謳歌すると、タイプバーが紙に 下から当たり、紙がインクリボンに接触することで上面に印字される。この方法は、標準よりずっと薄い紙でないとうまく印字できない。タイプバーを動かす方法は、他に二つ採用されている。一つは、キーとタイプバーを一連の針金で連結する方式。もう一つはキーが、直接、タイプバーを上に蹴り上げる方式である。1872年末までに、 タイプライターの外観は現代のそれとよく似たものになった。アームと枠は1869年に円筒形のプラテンに置き換えられた。現代のタイプライターとは異なり、円筒の円周方向に行を形成し、プラテン全体を軸方向に動かすことで行を送りするようになっていた。紙は直接円筒にクリップで止められるので装置の寸法で紙の幅や、 長さが制限される。1872年にはこのプラテンを再設計し、任意の長さの紙を使えるようになった。また、文字送りや行送りの方式も現代的タイプライターと同じになった。円筒状のプラテンはタイプライターの必須の部品となっていった。1872年末までにタイプライターの外観と機能はほぼ標準化され、 その後一世紀にわたって変化が見られなくなった。しかし円筒上のプラテンとクワーティ配列のキーボードを備えてはいるが、後のタイプライターに存在する二つの重要な設計要素が欠けている。それは大文字と小文字の印字機能と印字した文字がすぐさま見える機能である。前者はレミントンナンバー2で実装されたが、このタイプライターは基本的に下から上に、 プラテンの仮面にタイプバーを叩きつける構造だった。印字が行われるのは機械の内部なので操作者は入力によってどう印字されたかを見ることができない。1890年代にはオリバーやアンダーウッドが印字がすぐ見えるタイプライターを発売したが、レミントンがそれに対応するのは1906年のレミントンナンバー10でのことだった。クワーキ配列は 一番上の列の左端から6個のキーの並びからそのように名付けられており、ショールズグリデンタイプライターの開発過程で発明された。ショールズの最初の機種はピアノの鍵盤のようなキーボードで2列のキーには次のようにアルファベット順に文字が並んでいた。3579NOPQRSTUVWXY Z2468ABCDEFGHIJKLM 金属管の演習に沿ってタイプバーが据え付けられ中心に打ち付けるような構造になっていた。シュワローバックは後にピアノの鍵盤風のキーをボタン状のものにし4列に並べ替えた。しかしこの機械の機構ではアルファベット順の文字配置は問題をはらんでいた。タイプバーは 金属管の円周上に配置され、全体としてカゴのような形になっている。キーを謳歌すると対応するタイプバーが上に向かって動き、金属管の中心に当たる位置にバー先端の活字が叩きつけられる。そして重力によってタイプバーが元の位置に戻る。しかしこの設計では、隣接するキーを素早く連続的に謳歌した際にタイプバー同士が絡まり、機械が 操作不能になるという問題がある。この問題を緩和するため、文字の使用頻度と試行錯誤によりキー配列の並べ替えが行われた。S と T など、よく続けて出現する文字のペアについては、意図的に管の反対側にタイプバーを置いた。ショールズのキーボードの配列は、最終的に次のようになった。2 3 4 5 6 7 8 9 q w e t y i u o p z s d f GHJKLMAX&CVBN?R レミントンがデンズモアから買い取った後、R トッピリオドを入れ替えるなどの若干の配列変更を行い、基本的に現代と同じクアーティ配列が完成した。速記は素早く書くことが可能だが、特別な訓練を必要とした。タイプライターは、速度と読みやすさというニーズに同時に応えた。ショールズクリデンは、 商業的に成功した世界初のタイプライターである。19世紀末の工業化と企業の成長により、タイプライターがうまく適合するビジネス環境が生まれた。電信や電話などの新しい通信技術により、ビジネスの地理的拡大と速度向上が容易になった。結果として様々な面で量的増大が起き、読みやすい文章を素早く生産する手段が必要となった。 タイプライターが普及する以前、事務員や筆行は、速記や筆記体で、比較的素早く文章を書くことができた。しかしそれらの手書きの技法は特別な訓練を必要と、するか徹底的な集中を必要としていた。読みやすさが重要視される場合は組版による印刷を使用したが、これは時間と金のかかる方法である。タイプライターは、 素早さと読みやすさの両方を同時に満たしたために成功したのである。一般大衆は当初タイプライターについて会議的で、その反応には無関心と抵抗感が含まれていた。大企業以外では手紙を素早く書く必要はほとんどなかった。またタイプライターは操作者がいなければ機能せず、自動化を提供するものではない。顧客との対面のやり取りが重要なビジネスでは、 見慣れない機会は疑惑の目で見られ顧客と従業員の間にそのような大きな物体が存在すると個人的感触を中断されたように感じられたタイプライターで書かれた手紙を受け取った人は侮辱されたと感じるか非人間的だと感じ大文字しか使えないことで問題がさらに悪化したまた個人的な手紙がタイプライターで打たれていると第三者として タイピストが介在していると考えられたため、プライバシーへの懸念が生じた。ショールズグリデンタイプライターを女性タイピストが使っている様子タイプライターと女性の関係は、そのマーケティング手法と結びついている可能性がある。レミントンがこのタイプライターを取得する以前、ショールズの娘が機械の実演を行い、広告にも使われた。 その後レミントンも展示会やホテルのロビーで実演する際に魅力的な女性を使用するマーケティング戦略を採用した。女性操作者の描写によって女性でも十分容易に扱える機械であることを示し家庭内でも使えることを示した。レミントンはミシン部門の設備で生産効率を維持するために外観をミシンのようにしたがその花模様などの装飾は 家庭内での需要を容易にすることも意図していた。タイプライター開発が招いた重大な結果の一つとして、女性が事務職に進出する道を開いた点が挙げられる。1880年代には女性が工場や一部のサービス業で雇われ始めていたが、タイプライターが登場したことで、オフィスに女性が流入することになった。 キリスト教女子青年会は1881年に最初のタイピング学校を創設したが、それ以前にメーカーが女性たちを訓練し、そのタイピングサービスを機械と共に顧客に提供するということが行われていた。通信文書や事務処理の増大はタイプライターの効率化の要求にもつながったが、同時に事務員の需要増にもつながった。そして、 女性の賃金は男性の半分弱であり、事務員増員の際に女性の方が経済的に魅力的だった。女性の側から言えば、工場よりもタイピストや速記の方が10倍も高い賃金だったため、多くの女性が事務職を目指した。1874年時点でアメリカの事務職の4%が女性だった。1900年にはその数が約75%、 増加している。亡くなる前、ショールズはタイプライターについて、私はとても熱心に働く必要があった女性たちのために何かできたと思う。これは彼女たちがもっと容易に賃金を得ることを可能にしただろうと述べている。ありがとうございます。